地獄玩具さんの方からちょっとジャンルがまた変わっちゃうんですけど、今こちらのウルトラマンのキャラクターオンパレードっていう、まあ、結構貴重なこの台紙付きのブリスター入りのこのやっぱキャラクターの絵柄が可愛いっていうものに一応今トレードしてもらってこういう状態まで来てるんですけど、結構ね本当に、うん、可愛いんですよ。結構貴重なもので、俺もね買おうか迷ってたようなものだったんですけど、一応協力してくださって今これに変わっているという状態なんですよ。で結構ジャンルがねこうアメトいったり昭和レトロいったり今右往曲折としてるんですけど、ただそういうのもね改めてこうアメトイショップの人も多少昭和レトロなものに触れてもらったりとかされるのもいいのかなっていうところで今一応集めてたりするので、あ結構ね本当に絵柄がこうウルトラマンレオとタロが描かれていて、結構ねバラでは見かけるんだけど、ちゃんとこのパックに入ってるのっていうのは自分初めて見て、今一応こういう状態になってるんですけど、何かこちらと何かトレードしてもらえればというような、せっかくお邪魔したのでちょっとまた急に来て、こう無理難題のお願いなんですけど、そうなんですよ。だからちょっと飾るにも飾りやすいというか、ああすいません、ありがとうございます。ごゆっくりお考えいただければと思います。はい、といった感じでね、心よくねわらしべ玩具の方ご協力いただきました。それではちょっとねここでね RPM さんのお店の紹介の方もしていきたいと思います。こちら、ね、外観の方なんですけれども、色とりどりのねアメトイを中心としたようなコレクターズアイテムがぎっしりとね飾られていたんですけれども、店内の方にもこういった感じでねかなり細かいものから商品量はね相当な量を販売されていると思います。その中にもヴィンテージのアメトイなんかは当然ね定番商品から王道のコレクターズアイテムなんかも当然ね揃っているんですけれども、その他にもねチープ玩具だったり見たことのないようなおもちゃがねたくさん販売されています。そのどれもこれもが本当にね選び抜かれたハイセンスなものばかりといった感じで、どれも本当に可愛いものばっかりなんですよ。それでいてこのね非常に色鮮やかなものが中心となって販売されているので、お店の雰囲気としましてもめちゃくちゃワクワクするようなおもちゃ箱をねひっくり返したかのような店内になっているので、ぜひね名古屋に来た際にはね RPM さんの方をチェックしていただけたらいいんじゃないかなと思います。そしてこの辺にはねシェルターバンクさんのぬいぐるみなんかがね展示されていたんですけれども、大変貴重なもので、そういったものをね見ることができるのも RPM さんの魅力になっているんじゃないかなと思います。 RPM さんの方で一応こちらのものをこちらに、いいですか本当に、あミスターピーナッツの貯金箱ですよね。ああやっぱこれも定番のキャラクターですからね、アメリカの結構古いんですよね確かね、歴史はね70年代、あものは70年代ですけどキャラクター自体はもうね、なんかそうですよね、そういう要はアメリカの人たちにはもう本当にメジャーなキャラクターのコインバンクということで、赤がいいっすね。いやー自分一つ持ってるんですけど、いやこれ結構ね何個あってもいいことで自分欲しいぐらいの赤色っていうのがね結構、いやー助かります、ありがとうございます。じゃあこちらで、ね、わらしべ玩具ということで今回 RPM さんのねご協力いただいて、こちらのミスターピーナッツのコインバンクの方にトレードしていただきました。またぜひ何かあればまたよろしくお願いします。今回わらしべ玩具で来ました、久々の登場ですね。いや私2番目ですよ。あれ2番目でしたっけ。2番目でした、刃心の関さんにもまた再び、はい、関です、お願いします。僕が出た時は、猪苗代っていう怪獣のソフビ、それをこのわらしべ玩具で交換させてもらったんですけど、めちゃめちゃハマってます。今回は言ったらその猪苗代の生みの親ということで、そうですね、実際に猪苗代を作って販売してたこの旅館さんなんですけど、そうです、西村屋旅館、唯一ですよね、ソフビが買える温泉旅館なんですよね。私の知る限りはそうだと思います。そうですよね、だと思います。自分もあれからもうどっぷり猪苗代に一瞬だけ手にして猪苗代にもう見せられてしまって、そうそうそう、なかなかこれ買えないんですよ。これだから今回その猪苗代を作るだけソフビとか玩具愛がある、そうです、今回は西村さんにこのわらしべ玩具に混ざっていただきたい。そうですね、またご無理言ってるんですけども、ありがとうございます。そんな中今一応名古屋の RPM さんっていうアメトイショップさんの方で今トレードしてもらってきたこちらなんですけど、ちょっとこちら見てもらって、こちらがミスターピーナッツっていう、まあアメリカではかなりこう1920年代ぐらいからある、まあ
もうおなじみのお菓子というかピーナッツのキャラクターのコインバンクで、これは1970年代のものだと思うんですけども、やっぱこれもアメトイコレクターの中で割と王道中というかポピュラーなもので、もう自分も緑を1個持ってるんですけど、そちらと今交換してもらっているという状況なんですよ。なるほど。なんでまた西村屋さんの、まあ、昭和レトロ系とはまたちょっと畑違いなんですけど、またこれを機にね、こうアメトイなんかにちょっと興味を持ってもらうのもいいんじゃないかなと。まあ、これを見てもらって、まあ、インスピレーションでまあ何かおもちゃと交換していただけないかなという、また無理なんだよ。これは貯金箱。そうですね、貯金箱ですね。ただまあほぼほぼまあ飾るものとして。へー、色も結構いろいろ何色かあると思うんですけど、俺は緑色持ってるんですよ、うん、ただやっぱ赤もいいですね。ちょっと幼い頃に見たような。そうですよね。日本でも若干あったような気がするんで、缶で売ってるものとか見たことあるような、俺もどっかで見たことあるようなキャラクターではあったんで、一応これに交換してもらっている状況であります。どれぐらいなんだろうこれ。でも貴重なもんなんだよねこれも。まあそうですね、多分まあなんとなくの価格帯は俺は分かるんですけど、またはもう西村想像で、想像でその辺は ね、もうインスピレーションでも見てもらうのがいいのかな。70年代か。そうなんですよ。まあ年代もの、ほぼほぼ年代もので出てきてます。私と同じ年ぐらいですかね。そうですね。だってさりげなくいるけど、このペコちゃんだったらすごいからね。いやそうなんですよ。さりげなく3人目登場してもらってるんですけど、ちょっとやっぱね、おじさん2人でちょっと画角的に花が欲しいなってところで、やっぱペコちゃんにもね、特別出演してもらってるんで、これも結構貴重だもん。そうですよね、もう年季がかかってますもんね。これはお借りしてる。ああ、そうなんだ。ここなんですけど、かわいいですよね。普通に温泉旅行入ってきて入り口にこれあるのすごいですよね。そうですね、ちょっとドキリしました。そうですね。いやでもこういう個性があるのもね、おもちゃコレクターからするとやっぱこう惹かれちゃいますよね。くすぐられちゃうやつ。くすぐられちゃいます。だからこそ猪苗代が生まれた、さすがね、やっぱおもちゃ愛が。おもちゃ愛あるのよ。そうなんですよ、旅館プラス。難しい。いや難しいと、まあそんなに硬くならなくても大丈夫です。あのそんなに気楽に、そんなに高いものでもないんで大丈夫です、はい、気楽に、うん、だからプレッシャーに感じなくていいですもんね。そうなんです。いいものにしなきゃいけないことないもんね。でも縛りはないです。ない、うん、だからこれを機にいろんな出会いね。そう、いろんな出会いが、おもちゃの出会いもそうだし、自分との出会いもあるし、新しいおもちゃをまたね見出してもらったり、ちょっとこうコレクションの幅が広がるのもいいのかなっていうとこなんで、だんだん見てると味が出てきます。猪苗代だからめちゃめちゃ欲しかったけど、次渡さなくちゃいけなかったから。あ、切ないですね。そうなんです よ。行きつけのたこ焼き屋さんに置いておりますから。あ、まあ、でも活躍してくれてますね。たこ焼き屋の方で活躍してくれてるみたいなんで、めっちゃ活躍してる、いやなんでぜひこれシーキング会話で、はい、ちょっと何か考えていただければと。ちょっと持ってきます。はい、お願いします。お願いします。ちょっとあのバージョン違い。どう違うんですかこれ。でこれをですね、なんかモーター電力完成済みギアボックスバージョンと、こちらですね、モーター電力って書いてある。ああ、その箱のパッケージもちょっと微妙に違うんですね。なんか、めちゃくちゃ箱絵がかっこいいですねこれ、はい、雰囲気が小松崎茂先生の箱絵だと思います。ああ、すごいですよこれは。やばいやつですよこれ。まずいんじゃないですかこれ、レベルがちょっと。これやばいパターンですこれ。これあんまり知識ない俺がドキドキしてるもん。いや俺も正直わかんないですよこの絶版プラモのあれって。あ、これはもう
僕たちの小さい時はもう憧れの一段のデパートの上の方に、ああもう高嶺の花のあってですね、当時はもうすごいでっかく見えたんですけど、ああだこういう半券のシールも若干このアルファベットの書体がこういうのがマニアの人がこれ見てあってなるんですよね。違うんだ。違うんですよ、この半券シールの違いとか、さっきのそのねモーダーの電力の違いとか。その辺はあの、パッケージが違うんですけども、へえ、初版が多分昭和43年だったんで、私が生まれた年ですかね。やばいんじゃないですかこれ、箱絵がやっぱ本当に昭和な感じしますよね。いやこれ絶対組み立てられないやつですよ絶対もう積みプラ確定のやつじゃないですかこれ。ちょっとオープンしましょうか、せっかくなんで。わ、完全未使用。うわーわうわー、やば。うわ、いやーすごい。うわ、レトロな感じだ。うわ、すごい、これ塗装してあるんですね、もともとね、多少。あ、してない。あ、そういう違いもあるんだ、年代で。このなんか、こういう草って、このヤシの木。ヤシの木。いや、これレトロじゃないですか。完璧に。あれ、説明書どっちだか分かんない。いや、このまま行ってた。え、どっちだったかな。これいいんですか。これ、セットです。え、セットで、いや、セットでこれ何個もお持ちなんですか。いや、これいいんですか。いや、でこれ本当だから大丈夫です。これで片方にしたら、いや片方でも全然、違いをこう楽しんでいただきます。あ、ちょっと待って俺これ次のコレクターさんとこ行くときどうしよう。やばいやつになっちゃったなこれ。今青島さんで再販、のとは出てるんですけど、へー、だからこれ当時ものですもんね。初期じゃないにしても、その、まあ、昭和の時代のものですよね。それの、まあ、こっちがもっと古くてこっちがちょっと新しいって言ってもそこそこの年代のものですよね。何回かもう再販はしてある。説明書もレトロな感じですね。西村これ2個なのねえ西村これはもう正直1個俺が欲しい。いや、そうなるよね、なっちゃうけど、これもうでも動画で撮っちゃってるんでここ2個って言われたらもう俺はもう勝手に1個抜くわけいかないんで、セットで。うわー、いやー本当に、いやありがとうございます、本当にありがとうございます。へえ、2個はこれ2個並び、やばっ。いやー、こう秘密基地にね、なぞってこの秘密基地っていうところがまた粋な感じ、粋な感じで、演出がこれでわらしべ玩具終了してもいいようなまとまり方じゃないです最終的に秘密基地で秘密基地、ね、これなんかしっくり落ち着いた感じしますよね。これじゃ次の人がプレッシャーになるよね。いや、だから次の人断る人も出てくる、断る人出てくる可能性あります。やっぱこれ2個出てきた、いや、やばいですこれは。いいよこれ。こっちの方が新しいのかな、ね、あ、もう箱の雰囲気もちょっと違いますよね。この多分単純に経年変化だと思うんですけど、ちょっとくすんだ感じ、こっちのはちょっとまだ鮮やかというか。いや、これ秘密基地、いやーやばいですね。マジで落ち着いちゃった感じだもんね。綺麗にまとまりましたみたいな、最終的にわらしべ玩具でした。今日が最終回でしたっていう。ってなるとやっぱ次の人のハードルが。次もう一回関さんのとこ行こうかな。この流れで。俺あんまコレクターじゃないよ。あ、そうですよね。いや、ただ困らせたいっていう、これ持ってて。これ困るよこれ。これはちょっとやばいハードル上がりましたね一気に。旅館自体もね本当に稲葉論から。そう、即病オリジナルの福島のこの中野沢温泉でしか買えない。ソフビ稲葉城、あと不動太キングですもんね。ああ、そのソフビを、そこもやっぱソフビ愛があるから作っちゃうっていうところがね。そうですよね。ああ、なるほど。
まだまだ目が離せないってやつですね。このまた猪苗代が手に入んないのよ今。もう今猪苗代だけでもうがっつりもうねハート掴まれちゃってるんで。欲しいけど買えない状態。もうね気持ちが追いつかないんですよ。猪苗代でもうやきもきしてるのに不動だキングが出て第3弾が予定されてるって言われたら俺もうどうしたらいいのっていう。どこから手つけていいのっていう状態になってるんで。いやー本当にね非常に貴重なものに交換していただいてありがとうございました。ありがとうございます。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。